それは天空のライヤー。うまくいったみ、風が流れるような模様と。どうだ、それを使ってトワリンを。うん、確かに本物の封じ、みんなが見た通り千年リルックの酒場で歌うくらいなら。僕の酒場のステージに出演したい歌手はたくさんいる。君のリルックの旦那、おい天空のライヤーえへってなんと。とにかくと、でも問題は来、君の出番だよ異邦人。安心して、風元素の濃度が、君はトワリンの涙。よし、それを天空。よし、想像。なんだか団長も一緒に。天空のライ、旅人が結晶を浄化してくれ。けど満タンになるまでまだまだ足りない。でもどうやって涙。今でもトワリンは泣いてる、苦しみを抱えて。トワリン、かわいそうだな。これは栄養き、涙の結晶を入手したら。うん、いいね、この曲で。おいお前、弦を弾くのには手も必要だけど。うーん、ムカつく。よし、決めた。こんな手探り状態の創作、あのファデュイとの競争を思い出すな。半年。なんだなんだ、バルバトスが使って。いや、本当にそんなものがあるならそれはそ。その時発掘されたものは現存する遺物の中で最も貴。これ。ほどほどにしておけよ。おとなしくしやがる。こいつはどうだ。
早く投降しなさい。おとなしくしやがれ。この瞬間、お前は永遠を手にする。はい、これで。Thank you.
か。こんなと騎士として捜索に関しおお頼探し物を見つけるコツは意図せず探し物を見つける点にある。探すことを考えず適当に見回すことで不意につく